なんかお知らせが出てきちゃった。ちょっともう一回最初からやっていい？はい。多分 Go ライブしてないんです。これでも なってるけどね。あ、なってますか？赤くライブって出てますけど。本当？もう一回やっていいですか？はい。はい。いきます。せーの。皆さんこんばんは。あ、すいません、ちょっと今不手際がございましたが、週刊父 Facebook ライブ、今月も2021年9月号の読みどころをまず お届けしてまいりたいと思いますが、まずはじめに今東京オリンピック盛り上がってますね。いやー、すごいですね、日本の活躍が、はい、金メダルの数は過去最高ということで、最高で20個になりましたね、今日で、ね、すごいですね、はい、はい。そんな中でですね、先週父出版社でもすごく、湧いた話題がございます。それが、うん、じゃじゃん、この、はい、7月26日発売のサンケイスポーツのこの新聞にですね、この柔道で、兄弟初、同日金メダルですね、同じ日に言われた、はい、詩選手と一二三選手なんですけれども、この阿部詩選手の方が実はなんと、この父出版社の今ベストセラーになっている一日一話、はい、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書を愛読されているという旨がこの新聞記事に載りました。これをちょっと最初にご紹介したいなと思うんですが、すごいですよね、これね。すごいですよね。本当感動しまして、この、詩選手が金メダルを取った記事の中にですね、こういうふうに書いてあります。まあ、コロナの中での開催に、五輪開催に否定的な声ばかりで不安もあった。1年あればまだまだ進化できると思った。その中で出会った、一冊の本を大切に読んだと。その本が、この一日一話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書で、うん、本で精神鍛え、五輪に挑むプレッシャーを察した日本日体大柔道部の、小島女子監督から手渡されたのが、この一日一話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書、父出版社。84年ロサンゼルス五輪柔道男子最重量級金メダリスト、山下泰裕氏の人の痛みが分かる本当のチャンピオンになれという言葉や、シドニー五輪100キロ超級決勝で世紀の大誤審で判定負けを喫した篠原慎一の自分が弱いから負けた、日本柔道界を引っ張った先人の言葉が心に響いたと、ね、すごいですね。あ、すごいですよ、ね、うん、で誤審も何もないくらい絶対的に圧倒的に強くなればいいと思ったと、この記事を読んで詩選手が思われたと、ね、金メダルの陰にこのような
そうですね、この知られざる舞台裏というですね、そうですね、はい、そこに私どもの本を参考、心の支えにしてくださっていたところが、ね、本当に驚きともに嬉しくも、はい、嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。はい、では早速こんな、はい、はい、ね、父出版社から出ております、はいはい、月刊父の最新号、はい、この2021年9月号、言葉は力の読みどころについて今日はお届けしていきたいと思いますが、皆さんのお手元にそろそろ届いていますでしょうか。ちらほらですね、今日も届いた、皆様からお電話をいただいたりしております。 あゆさん、あゆさんこんばんは。今日手元に届きました。読むのが楽しみです。ありがとうございます。はい、今日くらいに届いてらっしゃる方、まあ、5日前後のご到着ということになってますので、はい、ぜひご到着楽しみにお待ちいただければと思います。今日も皆さんからのコメントどしどしお待ちしておりますので、お願いいたします。はい、ではですね、早速最新号、この言葉は力表紙の方のご紹介をお願いいたします。はい、はい、こちらですね、最新号言葉は力、表紙は坂井野勝則先生に、飾っていただいております、うん、はい、すごくいい表情の坂井野先生らしい、ね、うん、とても和やかで、こう絵が素敵な笑顔の、そうですね、表紙になっておりますが、坂井野先生、まあ、おいくつでしたっけ。ですね、坂井野先生は89歳でしたと思いますね。はい、昭和7年お生まれですね。はい、もう坂井野先生はですね、ちょっとこの機会に調べて振り返ってみましたら、うん、父に初登場をされたのはですね、1990年の10月号、うん、特集成長する男の哲学っていう、この特集テーマもまたなんかこうかっこいい、すごく興味を引く、父なんですけども、それがこれですね、ちょっと今日持ってきましたが、この号で、初登場されてまして、ちょっと写真が小さくて見にくいですが、はい、ちょっと分からにくいですかね、ちょっとこんな感じの、はい、おお、あ、若い、こうか、はい、そうですね、はい、これ高いですね、はい、というところで、まあ、このもう30年以上にわたってさまざまな方と、まあ、ご対談いただいたり、何度も折に触れて、ご登場いただいてきましたが、まあ、意外なことに実は表紙を飾るのは今回が初めてという、おー、すごい、はい、ところでございまして、まあ、貴重な一冊になっております。はい、ありがとうございます、ね、坂井野先生が初表紙ということで89歳、はい、本当に格闘としていらっしゃいますよね。はい、本当にお元気で、ね、はい、いや、素晴らしい、ありがとうございます。では、今回の特集テーマ、言葉は力というテーマに、はい、込めた思い、ぜひ教えてください。はい、これはもうやはりこの編集長が綴っております、特集総リード、こちらの今回は7ページに掲載されてますが、うん、ここをぜひですね、まず届いたらお読みいただきたいなと思っております。ここの中に、やはりこの特集テーマにかける込めた思い、っていうのは綴っておりますので、まあ、その中でですね、まあ、その人間の命のもとは何だろうという、まあ、この話が出てきます。まあ、それは言葉であるということで、やはりこの、まあ、言葉は、やはり、美しい言葉、心を鼓舞するような言葉、まあ、そういう言葉はこう人生をよく、導いていくけれども、一方でやっぱり汚い、人を貶めるような言葉とか、そういう誹謗中傷ですとか、まあ、そういったものは逆に心を腐らせて人間を滅ぼしてしまうというところで、その言葉がいかにこう力を よくも悪くも力を持っているかということを私たちは忘れてはいけないんだと。そして日頃どういう言葉を口にしているか、どういう言葉をで心を満たしているかと、潤しているかと、まあ、それがその人の人格を決定して人生をも決定するんだと、
そういうことをですね、やはりこの長年の編集、父の取材を通して、編集長自身が感じているところで、この言葉は力というのを今回テーマに、させていただいたというところです。はい。はい。素晴らしい。ね、言葉、潜在意識にどういう言葉が蓄えられているかで、人生も変わってくるってことですね。そうですね。はい。まあ、あの、言葉っていうのはやっぱりこう、ことの葉というふうに書くようにですね。やっぱりこの言葉それ自体っていうのはこう葉っぱのように、まあ、吹けばすぐに飛んでってしまうようなものかもしれませんが、やっぱりそう、けれども、一方でやっぱりその言葉をですね、やっぱり真剣にキャッチして、自分のものにこうしていけば、言葉っていうのは、その人の生きる力になって、運命をこう切り開いていってくれる、まあ、そういうやっぱり力を持っているんだということですね。やっぱり私自身もすごく、日頃の最近の体験の中から非常に、つくづく実感しているところであります。うん、はい、うん。はい。はい。以上でよろしいですか？はい。はい。ありがとうございます。最新号の読みどころに移ってよろしいんでしょうか？はい。はい、では、この最新号、言葉は力の読みどころを教えてください。はい。最新号特集言葉は力の読みどころは全部です全部です。全部です。全部ですね。はい、全部なんです。なんか本当届いてめくって熱さをすごく感じたんですが、特に今月号は最初のねところが、はい、あれですね、関東の、あ、関東の言葉、そうですね、はい、冒頭に君が表を流しましたが、ここにつながってくるっていうね。つながっていきます。これ、福地茂雄先生、アサヒビールの元社長会長を務められた福地茂雄先生が、これ長年温めて、長年といっても、まあ、当初は去年ですね、オリンピックが、東京オリンピックが開催されるということだったので、その開会の時期に合わせて、この日の丸と君が代というのをですね、テーマに一つ、関東圏やりたいんだと。おっしゃってまして、まあ、それがこう1年延び、今回の掲載になったわけですけれども、この日の丸と君が代に関してのですね、非常に知られざる、歴史といいますか、そういうものがここに語られていますので、これはぜひですね、このオリンピックの時期というところにも重ねて、ぜひ日本人としてのこの、まあ、原点ですよね、そこをぜひ記事から感じていただきたいなと思っております、うんうん、ありがとうございます。本当にこれはもうタイムリーというか、ね、今月開いてすぐこの記事が目に留まってくるので、はいはい、ぜひぜひこちらの記事からお読みいただければと思います、ね、はいはい、では、特集のピックアップ記事ということでご紹介いただきたいんですが、はい、そうですね、今回はちょっと3つに、絞って、ご紹介します。1つ目は、18ページから掲載されております対談、坂村新民と相田光雄の言葉力ということで、坂村新民先生の お嬢さんでいらっしゃる西澤真美子さんと、一方相田光雄さんの ご子息でいらっしゃる、相田和人さんですね。このお二方に、語っていただいております。うん、この相田光雄さんはですね、もう没後30年、今年でちょうど。うん、そして坂村新民先生も、やはり今年で15年、没後ですね。うん、まあ、そういう、こう、節目をそれぞれに迎えるんですけれども、うん、まあ、このお二方のやはり言葉、詩、書ですね、うん。これはもう今もなお多くの人の心の捉えて離さないと。まあ、それはなぜなのかというところですね。このお二方に、その言葉の魅力とか、背景にあるものっていうものを語っていただいております。なるほど。はい。はい。また、後ほど、この中からもお話しいただく。そうですね。はい。はい、まあ、この、坂村新民と相田光雄っていう、この組み合わせといいますか、これは、意外なんですけれども、うん、実は、生前一度、このお二人は、開校巡り合、実際に直接こうお会いされてるんですね。そうなんです
そうなんですね、生前に一度だけ、はい、まあ、それがあの今から51年前の昭和45年にですね、鎌倉の円覚寺で行われた、はい、ある会で坂村新民先生が講師として呼ばれて、その坂村新民先生の講演を聞きたいがために、その新民先生の講演を聞くためだけに相田光男さんはその会に参加されたというんですね。それがここに写真が載ってるやつですね。そうなんですよ。その、あの時の、はい、たった一度の開講のお話も、写真とともにこの対談の中で紹介させていただいてますので、うん、21ページに載ってますね。そうなんです。これもまたすごい出会い、ご縁ですよね。お互いにやはりこう影響し合って、そうですね。はい、やっぱりまた共通するところもですね、非常に多くありまして、はい、素晴らしい。いろんな、はい、作品とともに、こんな紹介しております。で、まあ、中でもですね、やっぱりこの、まあ、坂村新民先生で言いますと、念ずれば花開くというですね、もう代表的な有名な詩がありますし、あと、相田光男さんも、道という、タイトルの詩ですね。これもやはり代表作として知られてますが、まあ、その詩とか書、それだけはこう、まあ、よく知られて、皆さんもこう触れたこと、見たこと、聞いたことがあると思うんですけれども、その作品がこう生まれた背景っていうものをですね、今回ここで、お二方が語ってくださってまして、まあ、その背景を知るとですね、またよりこの言葉、その詩のですね、こう捉え方というか味わいが非常に深くなる。なるまあ、こういう苦しみとかこう逆境とかを経てこういう作品が生まれたのかっていうのはですね、まあ、そのあたりがですね、ここにぜあの23ページ、24ページあたりに、綴られてますので、これはぜひ読んでいただくと、すごい大きな気づき、発見がまたあるんじゃないかなと。まあ、私自身がすごくそういうものを新たな発見をいただきましたので、ぜひここはお勧めしたいなと思っています。はい、ありがとうございます。すごくあのコメントもいただいて、言葉力、つまり言霊の力ですね。うん、本当ですね。言霊の力、あのこの記事からぜひあの感じ取っていただいて、皆さんのこう心の糧にしていただけたらなというふうに思います。ありがとうございます。富岡さんも丁寧に読ませていただきますということで、本当にこちらこそありがとうございます。はい、では2つ目の、はい、はい、2つ目はですね、はい、インタビューの1番、38ページから掲載されてます。はい、はい、天理大学ラグビー部監督の小松節夫さんの、はい、一手一つを掲げて不動のチームにという、この記事ですね。いいですね。はい、この天理大学ラグビー部は今年の1月に、毎年1月にあのラグビーの全国大学選手権、大学日本一を決めるラグビーの大会がありますが、そこで、強豪の早稲田大学を破って初めて、なんとですね、創部96年目。すごい。はい。そしてこの監督自身も指導を、この天理大の指導を始めてから、28年目にして、初めて掴んだ、この栄冠だったという。はい。まあ、この本当に苦節28年の歩みをですね、ここのインタビューで語ってくださっておりまして。はい。これはやはり日本一をやっぱり目指す、まあ、組織、企業、まあ、そういうチームにはですね、本当に、こう学ぶべき教えがたくさん詰まっている、記事、だというふうに、あの、社長も申しておりました。言ってましたね。はい、これはもうぜひ。ピンクマーカーです、ピンクマーカー。あ、来ました、ピンクマーカー。うん、はい。いいですよね。なんか、本当、なんかこの中でその、頑張ってると10年に一度くらい良いことが訪れるのだと感じていますと、この28年間やってきた、小松監督がおっしゃってるのがすごくこう続けること、諦めないことの大切さがもう冒頭からすごく伝わってきて、うん、もうピンクマーカーが止まりませんでした。
私は感動したのは、やっぱりこの技術力が高いチームが勝つのは当然だけれども、うん、この実力が拮抗している時に、やっぱり最後に、うん、こう、ここ変わっ、その差が生まれるのは、やっぱりこう、うん、周囲の人とか、神様から応援してもらえるような個人、チームであるかどうかだと。まあ、それだけこう、頑張っているんだから応援してあげようっていうふうに、周りの人とか、神様、天からも思われるだけの努力をするというですね、この、はい、言葉とか、あとやっぱこう、レギュラーメンバーだけじゃなくて、サブのメンバー、控えのメンバーとか、マネージャーとかコーチとかも含めて、その全員が、関わるそのチーム全員がやっぱり日本一を本気で目指していく、まあ、そういうこのベクトルが本当に揃った時に、そのチームの総合力が、上がって、チーム、勝利をつかめていくんだっていうですね。まあ、このエピソードはすごく学ぶところが多いなというふうに私感動したところです。本当ですね。はい。素晴らしい。ありがとうで、まあ、そんなこの小松監督が、うん、記事の中にも出ているんですけども、これ、父を使った勉強会、うん、OK 会をですね、最近始められたというですね。ねまあ、これも嬉しいですね。嬉しいですね。はい。これこう書かれてるんですね、小松監督。あの、こうおっしゃってます。はい。私も木系のように何事にも動じない監督を目指したいですし、うん、選手一人一人にもそうなってほしい。どんな環境でも常に本気を出せる力、指摘をされても自暴自棄にならずに受け入れる力など、皆がそれぞれ人間力を高め、チームの総合力を高めたいと考えて導入しましたという。素晴らしい。います。はい。私、木系ってね、あんまり、ご存じない方もいらっしゃると思うんですが、木彫りの鶏のように、まあ、もう何があっても動じないっていう、人間性を作るっていうことですよね。そうですね。はい。すごい。父の勉強会をこの天理大学の学生さんたちがやってくださってるっていうのがまた嬉しいですね。うん、そうですね。はい。早稲田出身の私としてはですね、あ、ちょっと早稲田大学が、まあ、日本一逃したということで、早稲田大学ラグビー部にもやってもらいたいなという思いですけど、余談でございました。はい。じゃあ、最後の。最後の、はい、ピックアップ記事、はい。これは56ページから掲載されています。はい、良い言葉が心を強くする、という対談で、あのガッツイ島津さんと、うん、田中真澄先生ですね、はい、対談になっております、うん、意外な組み合わせ、これもう初対面でこの初めての組み合わせなんですけれども、うん、これは冒頭に話題が出ました、あの阿部詩選手も読んだというこの1日1話さ、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書、これにお二人ともご登場されていて、しかもこの内容に非常に感動してくださって、たくさん購入して周りの方に配ってくださったりとかですね、うん、いろんなところで折に触れて進めてくださって、まあ、そういうお二方の著者の方に、対談をしていただいたという形になります。はい。素晴らしい。ねえ、ガッツさんも、これもいい。ね、喜んでくださってるんですよね。そうなんですよ。嬉しいことに。ね、50冊も買ってくださって。ねえ、嬉しい。いろんな人に送りましたと。いやー、嬉しいですよね。はい。ちなみに、ガッツさんのこの本に載ってる記事は、ちょっと今手元に持ってこなかったんですけど、父別冊母2021にも、うんうん、はい、コラムで掲載させていただいてまして、ね、ガッツさんにも母を直接手渡させていただいて。一緒に写真撮ったんです。取材の時にね。そうそう、はい。まさに今そこにいるの、はい、その場所に。この部屋で。大体。ね。はい。はい。嬉しかったです。はい。じゃあ、はい、この後は副編集長の方から、紙面に掲載できなかった言葉エピソードを、はい、ご紹介ということで。はい、これはですね、私今回担当させて、一番最初に、特集の3つの中で一番最初に、紹介したこの坂村新民と相田光代の言葉力の対談の中でですね、
本当にたくさんの作品をそれぞれの先生に紹介いただいて、まあ、どうしてもやっぱこの私服の関係上救済できなかった、はい、作品をそれぞれ、お一人一つずつちょっと紹介したいと思います。うんうん、はい、まずは相田みつをさんの、うん、この言葉ですね、はい。雨の日には雨の中を、風の日には風の中を、うん、という、作品です。これはですね、相田みつをさんが大体50歳くらいの時に、書かれたということ で、うん、で、この雨の日には雨に、まあ、打たれて、風の日には風に流されてというような、まあ、一見そういうこういうふうに捉えて、どちらかというとこの、こう自然体というか、こう受け身的というか、ちょっと弱々しい生き方みたいなものをこうイメージ、されがちなんですけれども、うん、ただこの相田みつをさんご自身はそうじゃないんだと、よく言っていたというんですね。この雨の日にはもう体全身でずぶ濡れになって、雨のど真ん中を歩いていくんだというんですね。そして風の日にも体全体で風を受け止めて風のど真ん中を生きるんだという、まあ、こういう自分としては非常に積極的な生き方を意味して書いたんだというふうに、よく言っていたとこのご子息の和人さんがおっしゃってました。素晴らしい。これはすごく今のコロナ禍とかですね、うん、大変な状況、まあ本当にこう人生にはそういう雨、うん、人生の中でこう雨の日とか風の日、ね、嵐が吹いたり、もう雨が降ったりとかっていう、まあそういう時期が、時にやっぱりあると思うんですが、ね、まあそういう中でやっぱりその出来事を直面する困難とか試練とか、苦しみっていうもの、悲しみっていうものを、やっぱり真正面からこうドンとこう受け止めるっていう、うん、やっぱりこういう積極的な姿勢っていうものを忘れちゃいけないんだっていうのはですね、うん、これはすごく、うん、はい、学びになります、うん、はい、素晴らしい。先月号の上州和尚の高校にも通ずる、うんうん、そうですね、ところがありますね。よし来たと、はい、そうですね、本当にその通りですね、うん、わ、素晴らしい。わ、そんな思いがあったとは全然知らなかったですね。貴重な、はい、はい、気づきをありがとうございます。はい、そして、もう一つですね、こちら、うん、坂村新民先生の、うん、生きることという詩があります、はい。私の信仰は生きることでした。詩を書きながら懸命に生きることでした。二度とない人生をどう生きるか、これは人間最大の問題です。男女、男、女の区別はありません。夢を持ちましょう。小さい夢でいいのです。という詩なんですけども、これもいい詩ですね。その、この背景を知るとまたさらに、味わい深くなるんです。これですね、うん、なんと95歳の時の詩らしいんですね。すごい。はい。で、この禅の友っていうですね、曹洞宗の、まあ、雑誌があるんですけれども、そこで59歳から95歳の時まで、毎月ずっとこの詩を載せて、いたと、連載していたと。で、これが、この詩が、その一番最後の、連載の一番最後に掲載された詩が、この詩だと、いうことで、はい。で、このやっぱり夢を持ちましょうっていうのは、うん、花を咲かせましょうということと、まあ、同じだと。うん、坂村新民先生はよく小さい花でいいのだ、自分だけの花を咲かせるんだということをですね、うん、いろんな言葉で詩に書かれてます、表現されてますけども、うん、はい、そういうやっぱりこの、もう本当に晩年の、最晩年のですね、そのやっぱりこう直後、1年後くらいにはもう筆を持てなくなって、うん、詩を書けなくなってしまったという、まあ、だから本当にもう、まあ、最後のですね、本当にお元気だった最後の時に書かれた詩がこの生きることと。なるほど、はい、うわ、すごいですね、これも、うんうん、二度とない人生をどう生きるか、はい、うん、これは人間最大の問題です。あ、素晴らしいですね、うん、うーん、なるほど。これは載ってない、載ってないんです、これは、はい、載ってないんです。副編集長の心に残った言葉、エピソード、取材の時に出てきたってことですよね。
はい、そうです。はい、ありがとうございます。貴重なお話を聞けて、なんかすごく心に染みましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今月号本当に熱い内容になってまして、はい、まあ紹介できなかった記事もたくさんあるんですけれども、ぜひぜひですね、到着しましたら特集総リードからまず読んでいただいた上で、目次のページを開いていただいて、皆さんのこう心に留まる記事、はい、から読んでいただければ、ぜひ、ね、興味を持った記事からぜひ読んでいただきたいですね。はい、はい、私のおすすめはこの田崎由美さんの記事でございますので、これもいいですね。涙なくしては読めない。はい、ぜひぜひ、はい、はい、皆さんの、心の、力になる言葉を、今月号からキャッチしていただきたいと思いますが、最後に副編集長が今月心に残った名言をぜひご紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。1つ目は12ページ掲載されてます。はい、坂井先生が紹介してくださった言葉で、はい、これですね、第一番、絶後に再び蘇るという、この碧岩録という、この禅の、この古典の書物の中に書かれている言葉ということで、これはですね、非常に、強烈に心に残っております。これ、坂野先生がこういうふうに説明してくださってます。大死というのは、生きたまま死ぬという意味だと。つまり、仕事を辞めると人に信頼されなくなるとか、社会的な立場を失うとか、経済的に困るとか、まあ、そういういろんなですね、そういうこう、ことを一切を忘れてしまえと。そうして完全に捨て切れば、絶後に再び蘇るというですね、まあ、つまりこう、そういうこう、本当にこう、死ぬ覚悟というんですかね、うんうん、まあ、そういう、こう強い決意で物事にこう当たれば、やっぱりその先開けていくと、人生を開けていくと、そういうことをですね、ここの中でおっしゃってまして、これに非常に感動しました。うわ、素晴らしいですね。退路を断つみたいな感じです、ね、そうですね、あ、はい、うん、だと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では2つ目お願いします。はい、これは33ページ、夏子さんの言葉です。自分が自分に100点をあげたら絶対にダメ。どこまで行ってもこれでいいということは絶対にありません。またそんなことを思ったとしたら最後。これもすごいんですよね。夏子さんもね、映画の字幕翻訳家として、本当に日本のトップで、もう世界にもう活躍してる。けども、その戸田さんがこういうことをおっしゃってるという。素晴らしいですね。やっぱ長く本当に頂点にいるような方だけども、ね、そうですね、でもこういうふうに、ズバッとおっしゃるところがですね、素晴らしい、はい、ね、85歳の現在もなお、はい、そうなんですね、ご活躍ということで、はい、これも記事もぜひ、読んでいただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。では最後、はい、最後、はい、これは65ページですね。田中真澄先生の言葉です。はい、人間に一番大事なのは心の力です。そして心を養ってくれるのが言葉です。いい言葉を聞けば聞くほど、使えば使うほど心が豊かになり、心の力が強くなる。はい。という、もうこれはもう今回の特集テーマをこう総括してくださっているような、本当に言葉で、本当にその通りだなと、思います。そうですね、いや、素晴らしい言葉で、はい、本当にこの父9月号にはですね、まあ、毎号そうですけれども、特にこの言葉は力というテーマで、やってますので、こう真実の体験談から生まれた真実の言葉、力のある言葉がたくさん、散りばめられておりますので、はい、ぜひ熟読完備していただいて、皆さんの仕事人生に生かしていっていただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、本当に今月号はね、生きる力になる言葉が満載ですので、ぜひ皆さんの感動した言葉とか、また Facebook、などで、投稿していただければと思います。はい、
では、今日は2021年9月号言葉は力の読みどころを配信してまいりました、たくさんコメントいただきましていつもありがとうございますということで、西村俊之さん、こちらこそいつもありがとうございます。富岡さん、あ、さっきのコメント、あ、父手帳に、あ、父手帳にメモしてくださった、嬉しいですね、ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。あ、いつも永田さんなのか長田さんなのかすいません、場所に合わせ時に合わせ主体を大切に生きる、うん、本当ですね、大事ですね。ガッツさんのファンです。素晴らしい。相田光雄先生の言葉、今すごく感動していますということで、うん、ありがとうございます。はい、本当にたくさんコメントいただきましてありがとうございます。あ、この田崎由美さん、すごい、さっきのこの記事の方です。すごい、受け取っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当たくさんの方に由美さんの記事読んでいただきたいなと思ってますのでね。はい、はい、ありがとうございます。では、来週のお知らせです。来週は、あ、来週はないです。ごめんなさい。再来週になっておりますが、来週はお盆ですので、はい、はい、です。来週、次回、次回ですね。次回のお知らせは、8月18日水曜日、夜7時、同じ時間からです。秩父ブックコンシェルジュ、小森俊二による、新刊話題書のご紹介ということでお届けしてまいりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、では暑い夏が本当毎日すごい暑さですけれども、皆さんお体大切になさって、コロナも本当に旋風巻き起こってますが、どうかどうか、感染対策と、免疫力を高めて、心の免疫力も高めてお過ごしいただければと思います。長田さん、長田さんですね。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。では皆さん、また今月号もぜひ楽しみにお読みください。では、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。